こんばんは、速稼塾の久保です。ネットビジネスを、目指していらっしゃる40代50代ぐらいの方にちょっとね、本気でお伝えしたいんですよね。前回吉谷さんも言われてましたけども、なんかね、悩む前にやれってことかなと思うんですよ。で、やりながら悩んでほしいなと。逆に言うと、やってもないのに悩むのは、それはね、悩んでるんじゃなくて単なるお休みなんですよね。で、今日何が伝えたいかというとですね、まあいろいろあるんですけども、たった一つに絞るとすると、まあこう言ったらあれですけどね、やっても無駄なんじゃないかなって気もしてくるんですよ。やることってのは単純なんですよ。できない人をできるようにする、悩んでる人を悩まない状態にする、困ってる人を困ってない状態にするのがビジネスなんですよね。今お話したようなことを解決する代わりにお金をくださいっていうのがビジネスなんですよ。ですんでね、なんていうんですかね、ブログをたくさん書いたりとか、YouTube 動向とかね、それから SNS のなんかライティングとかっていうのはもうすでにそういうの古くって、そういうんではないんですよ。私はね、40代とか50代の方、特に50代の中盤ぐらいの方にね、ものすごくそのネットビジネスってチャンスがあると思うんですよ。これ本気で思うんですよね。どうしてかっていうと、今までの人生をちょっとね、振り返ってもらいたいんですよ。おそらく今までの人生で悔しいこととかね、辛いこととか喜びとか、それから裏切りとかね、ものすごいたくさんの経験と見識をお持ちのはずなんですよね。じゃあそれをですね、まだ経験を持ってない方、これから社会に出て勉強しようとしている方に対して伝えていけばいいだけなんですよ。で、ここで伝えるだけではなくてね、重要なのは問題解決をしてあげるってことなんですよ。で、悩んでない時に悩んでない分野で、指導をしても、それはね、単なる武勇伝になります。でもですね、本当に苦しい時にそれを解決する手段を自分の人生とか経験とか知識からきちんと伝えてあげるとですね、それはね、本当にありがとうになるわけなんですよ。例えばどうですかね、まあだいたい17、8歳になってくると進路に悩む時期だと思うんですよ。就職なのか進学なのか、どうすればいいのかなという時に、40代50代の方が伝えてあげれることって山のようにあると思うんですよね。それは成功例からでもいいんですけども、逆にですね、失敗例からでもいいんですよ。まあ、例えば私のことをちょっと話させていただくと、それはね、進路に悩んでる時に、私はとりあえずね、それは大学に行った方がいいんじゃないのかなってことは、私の経験からアドバイスできるんですよ。というのが、大学っていうのは途中で辞めることができるんですよね。でも高卒ですぐに就職を選んでしまうと、途中から大学に入るのっていうのはもう数段ハードルが上がるんですよ。どんなハードルかっていうと、社会生活を送ってしまうと、その社会生活の中で勉強してね、そしてある試験、大学でも他の資格試験でもいいんですけども、これに挑戦するのってものすごいエネルギーがかかるんですよ。だったら高校のライフスタイルのノリのまんまですね、大学に行く、一浪させていただく、そのぐらいは全然すればですね、その高校、中学高校の流れのまんま大学に向かってはいけると思うんですよね。特に今大学全入時代というか、まあ、はっきり言ってどこでも入れるような時代ですから。で、これでもし大学どこに入ればいいのかわからないとかね、自分が入れそうな大学が見つからないとか、自分の行くべき大学の試験の攻略方法が見つからないってことでしたら、多分社会に出てもね、大怪我するだけだと思うんですよ。で、そのまま40代50代になってしまったら危ないんで、何が言いたいかと言いますと、進路に悩んでる方には40代50代の方のね、見識っていうのが少なくともね、ヒントにならないってことはないと思うんですよ。それはいい指導という形でもありますし、反面教師でもありますしね。時代が変わった、時代が変わったって言いますけども、じゃあ40代の方や50代の方から見てどう変わったのかってことを伝えてあげればいいだけだと思うんですよね。私はね、こういうふうに思うんですよ。私の小学校中学校の時代っていうのは、とにかく学歴社会、受験勉強に勝ち抜いて、就職戦線を勝ち抜いて、少しでもいい企業に入り、そこで安定した収入と幾ばくかの出世を目指して、豊かな老後を目指していくというね、こんなことを10代のうちに考えるんですよね。リアリティはほとんどないですよね。ほとんどないんですけども、それ以外の回答が見つからなかったんで、それを一心不乱にやりました。で、残念ながら大学を出た頃には社会が大きく変わってですね、何が変わったかと言いますと、フリーターっていう働き方とかね、それから引きこもりっていうのも出てきましたよね。それがそれぞれ、まあ、一定の市民権を得てしまったわけなんですよ。
この市民権という方は結構抽象的なんですけども、これはねどういう意味かっていうと、ある程度の人数で、例えばフリーターっていう単語ができてしまう、引きこもりっていう言葉ができてしまうってことは、もうすでにそこにはですね市民権があるんですよ。フリーターの中でも一発当てる人がいる、フリーターをやりながら所得は少ないけども自分の人生を謳歌している人がいる、うん、で引きこもりっていうのも別に不幸ではないと。引きこもったところでですね、そこで、トレードで成功したりとかね、ビジネスだけじゃないんですけども、引きこもった挙句いろんなアニメにすごく詳しくなってアニメの先生になってしまうとかね、もういろんなルートがあって、もうのべつ幕なしに勉強して受験勉強に勝ち抜いて企業戦士になるだけが自分の人生を豊かにする方法ではないんですよね。逆に言うと、自分が望んでもいないコースに従ってですね、企業戦士になってそこで幾ばくかの収入が上がって社会的地位と言われている古い概念に自分が適応したところで、それは自分の人生なのかなってことなんですよね、うん、まあ第二の人生、定年後っていうのはありますけども、60過ぎてね、何の人生なんだと思うんですよ、うん、まあこれは60過ぎた人に申し訳ないんですけども、あの60を過ぎるまで自分の考えていたこと、夢に思ってたことをやらないっていう、そんな20代30代40代過ごすんだったら、そんなクソくらいですよね。それはね、今やりたいと思った時にやるのが全て正解なんですよ。で、あの将来ね、失敗するとか将来寂しい思いするとか将来痛い目を見るっていうのは、それは将来の自分のやることなんですよ、うん、全然そんなんで OK なんですよ、うん、まあ、むしろね、地道に地道にやっていくのはすごく貴重なことなんですけども、我慢をしながらね、あの次の日も我慢でしょ。でその我慢から解放された時には、もう自分は年を取ってしまって、今度は体がね受け付けないってことになってしまえば、それは何の人生だったのかな。しかも巻き戻しが効かないわけじゃないですか。で、ここでネットビジネスの話に戻りますけども、まさにね、ネットビジネスっていうのはこういうふうな、今私がお話したようなね、40代でしか語れない、50代しか語れないようなことをお話していくってことなんですよ。で、40代、50代は同じような経験とか同じような見識持っていても全然喋らないんですよ。全然 YouTube にアップしないんですよ。 YouTube に出てくるのはもう若い子ばっかりで、あの40代、50代の見識ってものがね、すごく薄い。で、私がネットビジネス始めた時も40歳ですよ。40歳過ぎてから麻雀屋の親父が始めてるわけですよ。じゃあそこでね、なんでこれがね、私のね、あのネットビジネス速稼塾が最初にブレイクしたかっていうと、だいたい40代とか50代の人が私のところに来たってことが、これ大きいんですよ。あの若者が私の周りに来たわけじゃないですよ。今でもそうですけども、同じような年代の方が、まあいらっしゃるんですよ。40代50代になって、例えばですけども20代ぐらいのね、若くて元気なネットビジネスでうまくいってる人、 YouTuber の弟子になるかって言ったら、これはね、なぜかね、なぜかっていうか私は分かるんですけど、ここでは言いませんけども、ならないんですよね。学ぶなら同年代とか、それよりも自分よりも年上とかになってくるんですよ。ちょっといい例をお話しましょうか。弁護士さんです。20代の弁護士と40代の弁護士、50代の弁護士、誰に頼むかなってことなんですよね。私はね、やっぱりね、そこそこ熟練をした弁護士さんに頼もうかと思います。ただ弁護士さんっていうのは、20歳で弁護士になる人と45ぐらいから弁護士になる人っているんですよね。じゃあ45ぐらいで新米なんだけども貫禄があるように見える弁護士さんのところに行くのか、それとももうね、経験10年の30代半ばぐらいの若く見える、ね、先生のところに行くのかってことだけでも、自分の運命っていうのはその先入観だけでは測れないんですよね。まあ今日はね、いろいろと思いつく前にお話したんですけども、私と同じような年代の方でネットビジネス成功する方、成功したいと思う方、本当に私はね、こういう風な暮らしを送ってるんで、こういう暮らしがすぐ手に入ると思ったら大間違いで、そうではないですからね。私はあの初心者から中級者、そして紆余曲折あっていろんな壁を越えながらですね、今ではこういう風に、まあ、いわゆるね、上級者と自分でも認識するところに来ましたよ。あのこれはもう上級者としか言いようがないと思います、私は。この今の状況、まあ、言えば長くなるんですけども、でもすぐこうはならないですし、ほとんどの方はこうはなりません。で、私みたいになったのは本当にラッキーで、自分の実力の100倍ぐらいの流れに乗れたからなんですよ、まあ、ですんでね、私みたいにやったら私みたいになれるって全然言いません。それはね、本当にあなた次第というか、一人一人次第なんですよ。どのぐらい意識を込めて、どのぐらい自分の身を削ってやれるかなんですよね。特に40代とか50代になってしまえば、もうね、最後のトライなんですよ、これは。どんなに、言い逃れをしても、もう最後のワントライです。で、ここで折れるようだったら、もうね、それはね、本当になんか、もうどうしようもないんですよ。それは、なんていうんですかね、お給料をもらえるような仕事の中から探した方がいいと思います。で、私たちがやろうとしていること、私がやってることっていうのは、まあ、億万長者合宿なんて大層な名前ついてますけども、少なくとも時給とか月給で働こうと思ってないんですよね。
自分の欲しい金額は自分の金額に応じた商品を作って、それを自分でセールスすると、いわゆるこれがビジネスなんですよね。この今動画を見てらっしゃる方の中の誰かに商品を売ろうと思っているわけですからね。どう隠してもそうなんですよ。この動画を見てない方に物を売ったことはないんですよ。私は自分の YouTube の視聴者さんに、ゆくゆくは問題解決のためのメッセージを有料で販売してるっていうのが、あの私のね、速稼塾というものなんですけどもね。で、問題解決をできない人もいます、もちろん。私は自分の問題解決はしてきました。だから自分の問題解決した方法を お伝えするんですよね。でそれをもう一人一人のもう自分自身流にアレンジしていく必要があるんですよ。なぜなら余剰時間も違うし、気合も根性も違いますしね、実績も違うし、もういろんな要素がパラメータが違う、同じような年代の人に対してなんですよね。まあ、ですから私と全く同じようにやっても全く同じ結果が出るかどうか、これは分かんないですよね。だから再現性なんてのは全然当てにならないと。だから再現性がありますよっていう人には最も警戒しなくてはいけないんですよ。なんで分かるんやって話じゃないですか。お前と俺は違うんだみたいなね。周りの人間関係も違うし、セールスの威力も違うし、トークスキルも全然違うわけですよね。今回ね、動画ちょっと長めに喋ってますけども、まずね、発信して自分がここにいるよってことを気づいてもらうことがスタートなんですよ。全てのスタートはそこなんですよ。自分の存在が気づかれてないところにビジネスもね、何もへったくれもないわけですよ。まあ、ですんでね、ここまで見ていただいて、少しでも稼ぎたいなとか、できればね、自分の人生を買い取れるぐらいの金額をね、1億円2億円ってものを目指したいなと思うんだったら、今日から発信しましょう。この動画見終わった後に、YouTube の、ね、動画のアップロードでもしてみてくださいってことですよね。それが前回吉田さんが言われたことと、私の今回の、ね、動画の一致することじゃないかなと思います。次回もよろしくお願いします。それでは失礼。